ひらかた市では令和3年3月15日に手話で紡ぐ住みよい街ひらかた市手話言語条例が施行され、手話の理解と普及、ろう者の社会参加を促進するための施策が開始されました。その一つとして自身のスマートフォン等を利用し画面越しに手話通訳を受けられるサービスであるひらかた市遠隔手話通訳サービスが令和3年4月から始まりました。利用時間は9時から5時半まで、平日、土日、祝日も含めた年中無休です。利用時間の制限はありますが、自身のスマートフォン等を利用し画面越しに手話通訳が受けられます。体調が悪くて病院に行きたいけど派遣の手話通訳者と同席だとお互いに感染しないか心配といったコロナ禍の不安についても、遠隔手話通訳なら病院に同行することはありません。感染から身を守る有効な手段でもあります。また在宅時に訪問者があってもすぐに対応ができます。すでに本サービスを利用したろう者にとても便利と好評です。そこでまだサービスをご利用でない方に内容をご紹介し、正しい使い方やどんな時に使うと便利なのかをお知らせするための映像を作成しました。皆様にもぜひ一度ご覧いただき、本サービスをご利用いただきますようご案内いたします。水漏れ修理。調べてみます。はい、お願いいたします。はい、そうしました。今調べましたらパッキンが壊れてましたので、修理しときました。交換をしときましたので、これで大丈夫だと思います。あ、そうですか、わかりました、助かりました。では通訳終わらせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。交通機関での事故発生。はい、宮の坂駅におられるんですね。電車が止まっているようですが、何かあったんでしょうか。申し訳ございません。今星ヶ丘の方でちょっとすいません、踏切事故ございまして、運転見合わせしております。運転再開は何時頃でしょうか。そうですね、今から約1時間ほどかかるのではないかなと思っているところです。わかりました。では手話通訳を終わらせていただきます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。支払いでの問題。ひらかた市遠隔手話通訳サービスです。今から聞こえない方の通訳をしますので、よろしくお願いします。税金が 8% なのに 10% になってたんです。返金していただきたいんですけれども。すみません、1000円の 2% 分を返金する形で。あ、はい、お願いします。20円のお返しです。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。病院での受付。ひらかた市遠隔手話通訳サービスです。よろしくお願いします。歯が痛いので見ていただきたいのですが、よろしくお願いします。
診察券と保険証をお願いします。はい、ありがとうございます。お書きになってお待ちください。酒井さん、歯科治療。平方市遠隔手話通訳サービスです。よろしくお願いいたします。あ、今長田歯科にいらっしゃるんですね。はい、よろしくお願いいたします。森本さん、今日はどうされましたか？はい、痛みがあります。はい、わかりました。そしたら診察させていただきますね。はい、起こします。治療の方、今日終わりました。あ、終わりですね。はい、わかりました。はい、はい、そしたら歯の方、これで様子を見ておいてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ワクチン接種会場。今日はワクチン接種に来られたんですね。はい、遠隔通訳です。よろしくお願いします。コロナのワクチンの接種会場ですね。受付の方では3つ確認することがございます。あ、これで本人確認できましたので大丈夫です。次は医師の問診の方に移動していただきます。はい、こんにちは。はい、はい、平田市遠隔通訳サービスです。あ、お話ししてよろしいでしょうか？今日の体調はどうですか？はい、大丈夫です。何かご質問ありませんか？はい、別にありません。はい、わかりました。そしたら、接種するところは移動していただきます。内科受診。はい、平方市遠隔手話通訳サービスです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はどうされましたか？胸がね、ゼーゼーするんです。はい、おかしいなと思うので来てみたんですけれども。はい、わかりました。そしたら胸の音を聞きますので、少しだけシャツ上げていただけますか？はい、わかりました。はい、では失礼します。司書での申請。はい、こんにちは。これですね。はい、はい、平方市遠隔手話通訳サービスです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどういったご用で来られましたでしょうか？はい、今日はですね、はい、平方市以外でですね、病院を受診いたしまして、それでお金を支払ったんですけれども、はいはい、その医療費をね、返していただく申請をしたいんですけれども、はい、はいはい、では領収書をお持ちでいらっしゃいますでしょうか？はい、はい、ではこれを添付していただきますが、この項目、住所、お名前、こちらと2枚必要ですので、お記入いただいて、これと合わせて提出してください。こ
どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？日常生活の中で聞こえる人とのコミュニケーションで困った時に手軽に手話通訳が受けられる便利なサービスですね。このサービスを利用するには枚方市役所障害福祉担当でサービスの利用登録が必要ですので、まずは登録をお願いします。また通訳の内容によっては対象外となるものもありますので、登録時にご確認をお願いします。枚方市遠隔手話通訳サービス、皆様知っていただき、手話を言語とするろう者と聞こえる人との有効なコミュニケーションの手段として活用していきたいと思います。このサービスが普及することで皆様の日常生活でのコミュニケーションが豊かになることを期待しています。